カラフトアイヌロシアにおけるアイヌでは、ロシア連邦の領内における先住民族としてのアイヌ民族の歴史及び現状について記す。サハリン州、ハバルフスク地方、カムチャツカ地方に居住している。ロシア語では、アイヌ、クリル、カムチャツカクリル、カムチャツカアイヌ、エインなどと呼ばれ、6つの集団に分けられる。2010年の国勢調査では、 ロシア国内で自らがアイヌであると回答した人数は100人程度であるが少なくとも1000人はアイヌを祖先に持つと考えられているアイヌを名乗る人数が少ないのは連邦政府に現存する民族集団としての承認を受けられていない結果であると考えられるアイヌを祖先に持つ人が最も多いのはサハリン州であるにもかかわらず 自らをアイヌと定義する人の大多数はカムチャツカ地方に居住している。ロシア領内に居住するアイヌは6つの集団に分けられ、うち4つは民族集団としては消滅している。カムチャツカクリルとして知られる。1706年にロシア帝国に敗北したことに加えて天然痘が流行したことにより、現在では民族集団としては消滅している。 現在では皇術の北千島アイヌ、もしくはイテリメン族に同化している。18世紀のロシアの探検家の記録が最後である。クリルとして知られる。千島列島は1875年に、カラフト、千島交換条約が締結されるまでは、ロシア帝国の統治下であった。大多数は、占い森島に、他は、バラムシル島に少数居住し、1860年段階で、 人口は221人であった。彼らは、ロシア式の名前を名乗り、流暢なロシア語を話し、ロシア正教を信仰していた。日本領になってからは100人以上のアイヌが、ロシア人と共に、カムチャツカに移住した。最近では100人近くが、ウスチ・ボリシェレツキー地区に居住している。日本の統治下に泊まった集団は、第二次世界大戦後、大部分が北海道に移り住み、 公的に存在が知られていた田中絹が1973年に北海道で亡くなり、日本における北千島アイヌの存在は公的な場に登場することはなくなったが、各地に子孫が存在すると推測される。18世紀時点では、国リ島、エトルフ島、ウルップ島を中心に約2000人が居住していたが1884年には500人前後まで減少した。 1941年には太平洋戦争開戦に伴い50人が北海道に避難した。現在は6人がロシアに居住している。ブローニスワフ・ピュスツキの調査によると20世紀初頭に数人がロシア人もしくはウリッチ人と結婚していた。1926年のソ連の国勢調査ではニコライフスキー地区に純血は26人しかおらず、多くは スラブ系民族の中に同化したと考えられる。今日では、ハバルフスク地方で自らをアイヌと定義する者は、ほとんどいないが、ウリチ人の相当数が、アイヌの血を引き継いでいる。1926年の国勢調査では、北サハリン州に、純血は5人だけであった。ブローニスワフピウス付きの調査によると、大部分のカラフトアイヌは1875年に、 北海道に移住させられ、カラフトに泊まったごく少数のアイヌは、ロシア人と結婚したものと考えられる。民族集団としては消滅したが、アイヌの血を引き継いだ人は、現在もいると考えられる。大部分のカラフトアイヌが、ソ連隊に参戦後に、日本の当局により、北海道に避難させられた。現在のサハリン州にも、個人としてはアイヌが存在している。可能性はある。 1949年の時点では約100人のアイヌがカラフトに残っていた。ソ連当局はカラフトにおいて子供にアイヌを名乗らせないように圧力をかけた。1980年代には3人の純血のアイヌが亡くなり数百人ほどの根血者だけが現在も居住している。しかし彼らは先祖であるアイヌに関する知識はほとんどない。 カムチャツカ半島のアイヌが最初にロシア人と接触したのは17世紀末である。18世紀には北千島のアイヌが征服された。アイヌはコーカソイドであるロシア人を赤隣人、フレッサムと呼び、日本人も当初これを訳してロシア人のことを赤エゾと呼んでいた。これに対しロシア人探検家はコモンゴロイドであるアイヌ人のことを毛深い、浅黒い。 髪と目が黒いと認識し、あごひげのあるロシアの品能、もしくはロマに似ていると記している。すでに文化的にロシア人と同化し、ロシア正教に改修させられていた北千島のアイヌは19世紀には多くがロシア帝国に帰属した。しかし、ソ連時代には数百人のアイヌが処刑されたり、強制移住させられた。日ソ中立条約破棄による、 ソ連対日産戦後、ソ連占領地への残儀を選択したアイヌは極少数に止まり、90%以上のアイヌは故郷を離れ、日本へ引き上げた。カラフト、千島交換条約の結果、千島列島は日本領に戻り、そこで暮らすアイヌ人は日露いずれかに帰属する選択を迫られ、83人の北、千島アイヌが1877年9月18日に、 ペトルパブルフスク・カムチャツキーに渡り、ロシアの統治下で生活することを決断した。彼らは、ロシア当局によるコマンドル諸島への移住の提案は拒絶した。最終的には1881年にヤビン村に移ることになった。1881年3月には、ペトルパブルフスクを離れ、ヤビンまでの徒歩で渡った。 4ヶ月後になって、ようやく新たな居住地にたどり着いた。もう一つの村であるゴリビノ村は後から形成された。1884年には9人のアイヌが日本から移住した。1897年の調査では、ゴリビノに57人、ヤビンに33人のアイヌが居住していた。ソ連体制下では両集落は再整理され、 ロシア人が居住するウストボルシェレツキー地区のザポロージへ集落に移住させられた。異民族との通婚の結果、三つの部族はカムチャガールと同化した。帝政ロシア時代のアイヌは自らをアイヌと名乗ることは禁じられていた。大日本帝国側はアイヌ民族が居住している、もしくは過去に居住していたすべての地域は日本領であると主張していたためである。代わりにクリルや カムチャツカクリルなどの表現が用いられた。ソ連時代には、アイヌの姓を名乗る者はしばしば日本人と間違われて、グラグや労働キャンプに送られた。その結果、アイヌの大多数はスラブ式の姓に改正した。第二次世界大戦後の1953年2月7日には、当局によりソ連国内に居住するアイヌに関するあらゆる情報を出版することを禁じられた。 この指令は20年後になって取り消された。北、千島アイヌが居住するカムチャツカのザポロージエ集落は、現在のロシアにおけるアイヌの部族では、最大規模である。父方が、南千島アイヌの中村一族は6人であり、ペトルパブルフスクカムチャツキーに住んでいる。カラフトでは、数十人が自らをアイヌと名乗るが、大部分は、 片親型民族であり、アイヌの伝統文化を習得していない。2010年調査では888人の日本人が居住しており、その大多数がアイヌとの根結であるが、彼らもまたアイヌの伝統文化を習得していない。同様に、ハバルフスクには片親がアイヌの子孫が居住しているが、アムールアイヌは誰も自らをアイヌと名乗ることはない。なお、 カムチャツカアイヌの生存者はいないと言われている。1979年にはソ連政府はロシアの領域から民族集団としてのアイヌが消滅したとして現存する民族集団からアイヌの項目を削除した。ソビエト連邦の崩壊後の2002年の国勢調査では調査表にアイヌと記載する者はいなかった。 アイヌ民族自身は自らは千島列島の先住民であり、日本とロシアの両方が侵略者であると主張してきた。2004年にはカムチャツカ地方の小規模なアイヌ人団体がウラジミール・プーチン大統領に日本との間での北方領土における一連の動きついて再興することを求める手紙を出した。その手紙では日本、帝政ロシア、ソビエト連邦のすべてを アイヌ民族の殺害と同化政策を行ったとして、急断していた。しかしながら、その要請は、プーチン大統領に拒否された。その団体は、アイヌ民族をめぐる悲劇の規模と、激しさは、アメリカ先住民が直面したジェノサイドに匹敵すると、主張している。2010年の国勢調査ではその集落の100人近くが、アイヌ民族と申告したが、 カムチャツカ地方議会はそれを拒否して、イテリ民族として取り扱った。2011年には、カムチャツカのアイヌ民族団体のリーダー、アレクセイ・ウラジミロビッチ・ナガムラが、ウラジミイルイリュールリ遺ヒントボリスネ・フゾロフに、政府の北方、シベリア、極東地方少数先住民族のリストに、加えるように要求した。しかしながら、この提案も拒否された。サハリン州とハバルフスク地方のアイヌ人は、 政治的主張を行う団体を結成していない。アレクセイ・ナカムラは2012年時点でロシア領内にアイヌ人は205人しかいない。そのうち2008年段階で自らがアイヌ人であると主張していたのは12人であり、千島列島のカムチャダール族と共に少数民族としての認定のために活動していると主張している。アイヌが ロシア政府の少数民族の公式リストから外されて、以来、彼らは無国籍人、ロシア人、カムチャダール人のいずれかに定義されている。なお、2012年時点では、北、千島アイヌと千島列島のカムチャダールは共に、ロシア政府から、北方少数先住民族としての漁業権、狩猟権は認められていない。最近になって、ボリス・ヤラボイによって、ロシア極東、 アイヌ協会が設立された。2010年のロシア国勢調査では109人のアイヌ人が存在するとしている。このうち94人はカムチャツカ地方、4人は沿海地方、3人はサハリン州、1人はハバルフスク地方、4人はモスクワ市、1人はサンクトペテルブルク市、1人はツベリドロフスク州、1人はロストフ州という内訳である。 実際のアイヌ人口はさらに多いと考えられるが、サハリンの数百人のアイヌは自らをアイヌと定義することを否定している。ロシア連邦当局の国勢調査では、アイヌ民族はロシア国内ではすでに絶滅した民族集団とされている。アイヌ民族を名乗る人もアイヌ語を話すことはできず、 生活における民族の伝統文化の要素も失われており、社会的、風習的にロシア人とほぼ同化している。それゆえ、イテリ民族に与えられているような少数、民族としての権利はカムチャツカのアイヌ人には認められていない。アイヌ語はロシア国内では話し言葉としてはすでに消滅している。カムチャツカのアイヌは20世紀初頭にはアイヌ語を用いなくなった。 1979年時点でわずか3人の流暢なアイヌ語話者がサハリン州に営みであり、1980年代には消滅した。ありがとうございます。